ごきげゲーム実況者のユキタです新ん、信のぶなの野望やっていきたいと思います今回のテーマはですねユキタ的レベル20の野党討伐に必要な戦力ということでやっていきたいと思いますそれではですね、結論ということでお話していきたいと思います兵士レベルの8を開放すればレベル20の野党ですね討伐成功の可能性が出てきますしかしですね、開放直後で部隊の強化とかですね過法の充実が悪い場合には討伐できない可能性もあります それではですね利点ということでお話していきたいと思います。レベル20の野党討伐を成功すると何がいいのかということなのですが、こちらですね、レベル5の資源拠点が開放されるという点にあります。比較してみますと、レベル4はです、ね、1時間あたり12万6000がベースの値となっています。それに対してででですすねねレベル5はです、ね、16万とということで この数字にですね各種祝福効果が乗ってきますので、資源採集効率的にですねかなり差が出てきます、上位陣ですと、確か1時間に60万とか言ってましたがね、それくらいの効率になってくるようですね、天守レベル上昇などの都市建設にかなり資源消費してきますので、なるべく早くですねレベル5とかの資源拠点を開放していきたいところということになります。 それでは戦力ということで見ていきたいと思います兵士レベルなのですがこちらは8は必須だと思います7ではちょっと不可能じゃないかなと思います 天守レベルをですね、24にしましたらですね、道場の方もですね、レベル24にできますので、早い段階にですね、道場を強化して、兵士レベル8をですね、解放したいかなというところです。続きまして、武将のレベルですね。首相は必ずレベル70ですね。先方や参謀もなるべく70にしておきたいところです。 ですが、まあ、ユキタは突破段階ではですね、まあ、銀杏とかこういう武将ですね、レベル65も混じっていました。続きまして、兵士数ということをお話していきたいと思います。ユキタは突破段階はですね、3万3000でしたが、なるべく大いに越したことはありません。それではですね、武将の兵士数を上げる方法ということでお話していきたいと思います。1つ目に天守レベルです。2つ目に武将の統率の値ですね。3つ目が添付となります。4つ目が家宝で上げられます。 それではですね、天守レベルということで見ていきたいと思います。この段階で天守はです、ねまあ、24あるとは思います。兵士上限ということで6500ですね、こちらがベースの値となってきます。2つ目に武将の統率の値ですね。例えばですね、島津義弘の場合は、ですね統率値がレベル70で494ありますので、兵士の上限がですねベースの値プラスアルファということで、9551となっています。それにですね、装備も加えたいですね。SR のレベル MAX で、統率値プラス60となります。 装備しますと、統率がですね、554ということで、兵士上限がですね、1337まで伸びます。 続きまして、天風ですね。戦闘系に切り替えておくといいでしょう。まあ、ここは大丈夫だと思うのですが、まさかです、ね、内政系で挑むってことはないと思いますね。こんな感じでプラン1ということで、私の場合はプラン1、戦闘系なんですが、戦闘系に切り替えておくというところです。続きまして、カフ砲ですね。カフ砲の揃い具合は、ですね、これとても運に採用されてきます。結構、揃う方はですね、サクッと揃うんですが、私みたいな場合は、ですね、全然揃わなくてですね、突破段階ではこんな感じの火砲でしたね。 鉄砲の始まりプラスですね、古流の戦いということで、もう散々な感じでしたね。戦闘系の火砲の目標としましては、こちらですね、こちらの4つの組み合わせですね、白鬼夜行プラスですね、鉄砲の始まりとです、ね、使用兵士に合わせた火砲2つですね、鉄砲の場合はこちらとこちらですね。 それにこちらですね、秀吉の兜ですね、こちらを加えて、ですね兵士上限を上げておきたいかなというところです。さらにコストに余裕があるようでしたら、兵士の種類に合わせてですね、鉄砲であればこちらでですね攻撃力上がります。またですね、さらに余裕があるようであればこちらですね、防御プラス5ということで上がります。ここら辺はですね、フルセットで装備するのがですね最終的な目標となるかなと思います。 火砲に関しましては、ですね雪とは突破段階がこれくらいということで、これくらいの火砲運でもね、突破自体は可能となっていますじゃあ、祝福数はどれくらい必要かということなのですが、総祝福数的には、ですね兵士がで、ね、3万3000くらいであれば、ですね180から170くらい欲しいところです。 平士がですね、もし3万5 0 0千以上あるようであれば、祝福値がもうちょっと下がっても大丈夫ですね。160から170くらいでも大丈夫です。平士が少ない場合はですね、この秀吉の兜とかなくてちょっと兵士漏れてないなって場合は、祝福多めに持った方が突破できる可能性が高くなります。それではですね、舞台編成ということで見ていきたいと思います。舞台編成はですね、回復編成がいいです。具体的には橘、銀千代、大市、ネネの3名です。 回復でもさすがにですね SR のい、e、いナオトラといつものお国だと厳しいと思います、まあ、正直ですねこの野党レベル20を突破するためだけにですね突を進めたりレベリングしたりっていうのはちょっとめんどくさいとか厳しいですし育成しんどいかなと思いますそれにですね回復倍率がとても低くなっていますね回復性能としましては立の銀鎮がですね頭一つ抜けています立の銀鎮はですね軍団回復ということで 無突でですね、2%ですね、軍団ですの全体ということで6、6%の回復になります、プラスですね攻撃力の72%の回復ということで、回復量的にはですねかなり大きいですね、私、初めですね、立花銀杏の回復はです、ね、これ、軍団だと思わなくてですね、自分の中で評価がすごく低かったのですが、軍団回復なのでね、評価高くていいでしょうね、その次に続くのが大市ですね、無糖で3.33%ですね、プラス防御力の100%回復となります。 3番手に続くのがネネですね。こちらですね無凸で2.8%回復となります。ですが、ネネの場合は、ですね、まあ、イベントでの配布でしたので、凸進んでいる可能性がありますね。ですので、凸、まあの状況によっては、ですねおいちよりもネネ優先でいいかなとは思います。SR の回復としましては、こちらですね、い、e、いナオトラということでいます。回復はですね、一気に下がりまして、無凸の段階で0.96%ということで、あまり回復しないですね。 まあもちろんですね、まあ貫通とかっていう場合は別でしょうけれども、まあ一般的に無課金、微加金体であればですね、まあゼロ突からまあ二突とかそれくらいだと思いますので、回復性能はですね、優先度低くていいかなと思います。続きまして出雲の国ですね。こちらもですね、いいナオトラと回復性能的には同じとなってきます。無とでですね、零点九六パーセントですね。それプラス攻撃力の二十八パーセントとなります。 それでですね回復勢のどれくらい実際3が出るのかということを、実数で見てみたいと思います。レベル15のです、ね、やりひやとと戦ったデータあります。編集としてはこんな感じですね、出雲の奥隠とか、いい直虎とか、大市とかね、立花銀地を全部ぶち込んでみました。それでは回復するとしましては、出雲の奥隠とですねいい直虎がですね回復ということで、531回復しています。続きまして、大市ですね、こちらは回復ということで、2265ということで、回復ですね、やっぱりぐっと上昇していきますね。 続きまして、ネネですね、こちらはですね回復が1902ということで、私の場合はですね大市の方がですね突進んでいますので、回復性能が高いです。 で一番回復したのが、ですねやはり立場の銀杏ということで、軍団回復ですので、頭一つ抜けてですね回復性能高いかなというふうに思います。またですね、島津家久は回復倍率は高いんですよね、無凸でですね3.6ということで、倍率自体は高いんですが、条件として兵力50%以下というふうに条件ついてきますので、トータルでの回復量は他の3名の次あたりですね、まあ、いいなおとか出雲の奥国よりは高いけれども、年、ま、々、あ、ねねお市よりも下かなくらいの回復量に位置します。 なんで回復部編成がいいのかという理由なのですが戦闘ターンが長引きますね私に初めて突破した段階ですとターン数26ということで結構長引いていきますので回復できる場面が多いですので純粋に回復量が多くなりますですので回復量による損害の低下と回復兵によるですねダメージの増加が期待できます野党はですね武将奥義がありませんので武将奥義に刺さるような武将ですね例えばですね津軽タメノブのようなですね3ターンごとにこう 奥義にこうピンポイントで刺さるみたいな武将の優先度はですね下がってくるのかなと思いますそれでですね具体的な編成ということで見ていきたいと思います兵士はですね鉄砲のレベル8となります第1部隊がですね島津兄弟で揃えてみましたこちらですね美化金であれば全て揃えられるかなと思います第2部隊として長曽壁ですねこれはゲーム開始のクエストクリアで入手できたものとなります福留はですね SR ですのでガチャから入手しやすいかなと思いますし凸、まあ、も進めやすいかなと思います 第3部隊としましては鍋島ですね。鍋島はですね、まあ、最初のガチャですね、まあ、国士無双なんかでも引けますし、大砲ですので、ガチャ確率高いですので、まあ、入社されてる方は多いかなというところですね。またですね、こちら、大位の方で首相として出陣すると、ですね現在の部隊兵士数12%増加というものがありますので、こちら目当てでですね入れてみました。あとはですね、回復系ということで、大いち、ねねですね、立花、銀ちよということで、3名入れています。 手持ち部署次第ではですね、立花議員長を先方としてではなく、参謀として一時的に運用するのもいいかなと思います。例えばですね、柴田勝家とかですね、突進んでて、私強いんだよなみたいな人はここに入れてみて、その代わりですね、この都さんの代わりに議員長を入れてみるみたいな感じですね。こういうような感じで回復系3枚揃えるのもありだと思います。 私がですねレベル20を突破した段階ではです、ね、で立花議員長は参謀として運用してみました。また、ですね首相級で強力な武将を所有している場合ですね、例えばですね、信長とか家康ですね、あとは武田信玄とか伊達政宗とかですね、こういう部将を複数所有していて、首相3名以外にも余っちゃうよみたいな場合は、ですね首相の武将をですね参謀として入れるのもいいと思います。 例えばですね、私はあんまり強い武将とかいないんですけども、まあ、こんな感じで,ですね首相系の武将を参謀の枠に入れるというのもありですよという話ですね。それでですね、よし、突破するぞと思ったときは最後はですね、添付スキルですね、武士の魂ということで、攻防10%上昇のバフを乗せていきます。さらにですね、もう一声という場合はアイテム使っていきます。軍事法令ですね。 こちらアイテムなのですが、同じアイテムの重ねがけはです、ね、時間延長のみとなっています。例えばです、ね、初段工具の柵、1回使ってみてです、ね、もう1回初代工具の柵使った場合はです、ね、時間延長のみとなるのですが、中段などの別のアイテムの場合はです、ね、重複使用が可能となっています。例えばです、ね、初段猛攻の柵とです、ね、初段剣士の柵を使って、それぞれ10%のバフをかけたとしますね、それプラスです、ね、こっちがかけることができます。 中段猛攻の策とかで言って中段検事の策ということでこちらもですね同時使用ができますさらにですね上級のものも使用できると思いますが私はですねちょっと上級のもの持ってないので初段と中段ということで同時使用でですね25%のバフを乗せたものがありますこちらですねプラス25%ということで2つ使ってですねバフ乗せてありますそれでですね実際やってみたということで成功例以外もですね失敗例ということで何例かね試してみようと思います まずはですね、各種バフのない状態で、攻撃型の編成ということで試してみようかなと思います。それでですね、攻撃型の編成ということで、回復抜いてですね、攻撃型ということで、ゴリゴリ攻撃型にしてみましたね。ちょっとですね、統率が低くて使いづらいんですが、多いんでダメージ結構出せますので、こちらね、3棒枠として試しに入れてみますね。はい、ということで、結果出ましたね。はい、失敗ということで、敵兵ですね、半分くらいは削れましたね。 テンプとかですね、アイテムのバフなしで、回復編成ということそっちに寄せた編成で戦ってみようと思います。はい、ということで、結果出ましたね。こういう風に見比べたら分かるかなと思うのですが、敵兵ですね、ちょっとけず多く削れていますね。じゃあ、この時の祝福値はいくつかということなのですが、祝福の総数としましては、160から140ですね、このくらいの数字ですと失敗します。それではもうちょっとですね、祝福とか多く載せてみますね。それでですね、下方もちょっと多めに載せてみます。 それでは添付ということで武士の魂1つ載せてみようと思います。はい、ということでね、見てみますと、敵をですね、1万5000まで減らすことができましたが、あともう一歩というとこですね。兵士がですね、3万4000ということで、ちょっと増加していますし、祝福もですね、ちょっと漏れていますね。祝福値としましては、 170から150ということで、ちょっと漏れているんですが、これでもですね討伐にあと一歩足らないかなというところです。それではですね、アイテム使ってみたいと思います。はいということで、さらに削れていますが、あともうちょっとというところですかね。敵1万のところまで削れましたね。具体的に祝福見ていきますと、180からですね160ということになっています。 それではですね、さらに祝福値が足りないということで、中断猛攻の策とですね、中断賢人の策ということで、アイテムですね、重ね書きしたいと思います。はい、こんな感じですね。これによってですね、アイテムのバフがですね、25%となっています。はい、ということで、成功しましたね。どうでしょうかね、こういうふうに並べると分かりやすいかなと思います。攻撃型武将からですね、回復型の武将に切り替えますと、ダメージかなり増えています。さらにですね、 武士の魂ということで、祝福追加するとですね、さらに敵へのダメージ増えています。アイテムもですね、初段猛攻の策を使いますと、さらにですね、アイテムによってですね、ダメージ増えています。で、さらにダメ押しということで、中級ですね、を加えたものがこちらとなります。総兵士数がですね、3万4000ということで、ちょっとですね、まあ、突破するのには兵士としては少ないかなというところです。その代わりですね、こちらですね、祝福ということで、 190からですね170くらいまで持っていますアイテム祝福ということで25%の祝福が入っていますこれによってですね無理やりご利用したというとこですねじゃあアイテムでご利用してるなら回復抜いてもじゃあいけるのかという話なのですがこれね実は回復抜いちゃうとねいけないんですよね例えばですね回復2枚抜いてみますねで回復1枚のお位置だけにしてみますまあイエスさんもまあ回復っちゃ回復なんですけど、まあ、これでいってみますね はいということで回復抜いた編成がこちらですね失敗ということでうまくいかないんですよね、はい、編成としてはこんな感じですね柴田勝家と津軽為伸入れたものとなります祝福自体はですねさっきと変わらないですね190から170ということで祝福福士はしっかり漏れているんですけれども回復武将がですね足りないために 討伐が失敗となっていますそれではですね回復2枚ならどうなのかということで銀中とですねお市2枚使いで試してみますはいということでねギリギリ勝てましたねしっかりとですね祝福地を持っていれば回復ですね2枚でもなんとかいけるかなというところです2枚でギリギリいけた編成の兵士としてしましては 兵士がですね3万4千ですね祝福総数としては190から170ということでこれでもギリギリいけなくはないかなというところですですが余裕を持ってクリアしたいならですねまあ、下方の状況とかですね様々いろいろあると思いますのでできればですね3枚ですねイエスタも入れるなら4枚入れたいかなというところです 開口3枚入れてですね、3万4000なら突破できたと。アイテムを2つ使ってセ25%のバフをかけて突破できたと。じゃあ、この兵士がですね、どれくらいまで低くなると突破できなくなるのかということで、秀吉のですね、兜とを取ってみました。現在、兵士がですね、3万3000ということで、1000くらいですね、減らしたものとなります。3万3000ということで、現在ね、この編成の過報としてはこんな感じとなります。ですので、過報運がなくてもしっかりとですね、アイテムでバフをかけてあげれば、 野党レベル20突破ははでですすね不可能なないといととうことになりますじゃあもう少し減らしてみましょうかではですね3万1000ということでさらにですねちょっと減らしてみますはいということで失敗しましたね3万3000では成功していましたが3万1000まで減らすとですね失敗するようですねじゃあ3万2000の場合はどうでしょうかねじゃあもう一回試してみましょうか3万2000ということでやってみたいと思いますはいということで失敗しましたね3万2000でもダメなようですね やはり最低ラインとしてやはり3万3000くらいは欲しいというところでしょうかね。はいということで、こんな感じですね。例えば、ですねこの編成ですね。回復を3枚入れたものですね。で、祝福値がですね、一番高いもので190くらい、低いものでもね、170くらいの祝福値だとすると、兵士がです、ね、3万3000あると討伐が成功します。ですが、兵士がです、ね、3万2000だと討伐が失敗します。 本当ですね、ここの1番上と2番目なのですが、兵士としては1000しか違わないんですけれども、データとしてはですね、一気にこう敵の方に傾くんですよね。こういうような感じのダメージになってきますので、もしもですね、討伐がうまくいかない場合は、ですね、そういう場合は武将とか兵士数とか祝福をですね、ここ見直してもらうといいかなと思います。まず武将としましては、回復武将を試してみるということです。この場合は SSR の回復武将ですね、立花銀千代、おいちねねの3枚ですね。 まあ,あとはですね、まあ、家久もまあ条件はあるんですけど、まあ、ここら辺もです、ね、鉄砲を使っていればまあ,ありかなと思います。ここら辺の武将をまずは試してみてください。二つ目としまして、レベリングですね。まあ、当然ですね、武将のレベルは70が望ましいですね。レベルが上がりますと、祝福値が当然上がっていきますので、まあ、レベリングはしておいた方がいいかなと思います。あとはですね、兵士数ですね。これを見るとね、一目瞭然なのですが、兵士がですね、線違うだけで、ガラッと戦況変わってきますので、兵士数ということで、秀吉の兜ですね。 こちらですねぜひとも入手しておきたいかなというところです。こちらなのですが、無突で2.5%、ヘシが上昇します、まあ。マックスまで強化しますと12.5%ということで、まあ、ヘシが1万いれば12%ということで、1000くらい増加するわけですので、まあ、これですね、試してみる価値、十分あるかなと思います。あとはですね、学問上での技術開発にもですねある程度、資源回した方がいいかなと思います。 どうしても後半の方になってきますと、資源消費量が多くなってしまいまして、後回しになってしまうって場合もあると思うんですけれども、ここら辺もですね、ちゃんときっちりと入れておくと、ですね、だいぶ祝福値違うかなと思います。それでもダメだったらば、ですね、アイテムの重複仕様ですね、相談のものと中段のもののダブル仕様で、ですね、祝福値25%上乗せしてご利用していくというパターンですね。中段のものなのですが、もし持っていない場合は、ですね、この特権商店の方で買えます。 こちら特権商店の方なのですが特権3を開放しますと中断工具の策ということで購入することができます中断猛攻の策は特権4ですねで特権5を開放しますと中断賢人の策ということで回数限定ですね購入することができます値段はですねそれぞれ割引きいでてで、ね、150ということでそこそこのお値段で購入することができますアイテムもですね中断まで使ったけどそれでもダメですという場合はですね こちらかなと思います火宝のですね、豊臣の夕焼けですね、こちらの効果としまして、賃品上昇プラス1ということを2つ揃えるとありますので、こちらでですね、とりあえず賃品レベルを上げましょう。賃品レベル、こちら上がりますと、こちらですね、確率が上がりますので、高リアリティの火方が出る可能性が出ますので、それでですね、必要な秀吉の鎧とかですね、あとは赤いやつですね、この百鬼夜行あたりをですね、揃えるというとこでしょうね。 あとですね下方についてはですね夜中の最終効率の上昇の効果が強いので出たらお忘れなく購入しておいた方がいいかなと思います最終手段ですね同盟の遺跡ですね同盟技術はですねここなんですけど同盟祝福ということでうちはですねまあ、10%ということに載ってます同盟技術こちらはですね 同盟技術はですねどうしてもですねアクティブの多い上位の方がですね進行度が速いですので、祝福に結構差が出てきます。ですので、ある程度ですね強化していて、上位の方に入れるんだけども、20倒せないという場合は、一時的にですねもう無理やり潜り込んで、もう大手のですね同盟技術のだけを使ってみるというね、まあ後でですねちゃんと実績出さないと怒られそうな気がしますが、もうどうしようもないという場合は、賃品レベルを上げて、家宝を買うか、それともですね同盟技術の方をなんとかするかというところでしょうね。 はい。ということで、今回はですね、ユきたら的レベル20、野党討伐に必要な戦力ということでお話ししました。もしですね、天守レベル24解放したんだけど、野党討伐のレベル20、ちょっとうまくいきかないなという場合はですね、参考にしていただけますと幸いかなというふうに思います。どうもご視聴ありがとうございます。少しでも参考になれば幸いです。いつもですね、フォローとかにありがとうございます。現在ですね、叶えたい夢があり、配信者として活動しており、とてもですね、励みとなっています。今後もですね、新信長の野望を投稿していきますので、チャンネル登録とかですね、高評価よろしくお願いします。